今日の舞台はスタジアムオーストラリアです。キックオフを前に大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。まもなくキックオフを迎えるインターナショナルカップラウンド16の一戦です。日本がアメリカと対戦します。これはまた面白いカードになりましたね。どちらかのチームがこのラウンド16で消えてしまうのは惜しい気もします。これは名勝負になる予感がしますね。こちらが日本のスターティングメンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アメリカ女子代表のメンバーをご覧ください。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。試合が開始されます。アレックス・モーガン、リンジー・ホラン、ここでホラン、ラベル、アンディ・サリバン、ここでラベル、ホラン、ホランが前に運びます。守備側の選手に当たったのでコーナーキックになります。中に入れた。ディフェンダーにクリアされました。スミス、キーパーのファインセーブですね。さあショートコーナーできた。ここから相手を崩しにかかります。ここはうまいタックル。ただしコーナーキックです。ショートコーナーですね。やりました。クリアすべきでしょう。清水梨沙、清水、このパスは鮮やか。おっと、これはオフサイドになります。ラベル、
ボールを前に運んでいます。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。中に入れた。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。アンディ・サリバン、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。入るか。止める。止めます。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。田中美南、ここはカットしました。ピンチをしのぎます。さあボールを前へ運び相手の隙を伺います。フィジカルが強いです。ここでリードしたい。これはナイスタックル。相手にシュートを許しません。ウェルタ、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ドリブルで進んでいます。アレックス・モーガン、パスがつながります。いいボールが出ました。決まった。このチームがボールを支配する時間が続いていたのでゴールが生まれる予感がしていましたね。相手は何か対策しないとまずいんじゃないでしょうか。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。ドリブルでピッチを駆け上がります。ライン際でボールに追いつきました。チャンスになりそうです。長谷川、キーパーが止めた。ファインセーブです。目の前からのシュートですから反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。ゴール前に入れた。ディフェンダーがクリアしました。うまく読んでいましたね。サリバン、フォックス、ここでホラン、危険な位置です。緊張感が増してきます。
前に出しましたが気を抜けません。この位置からチェックされています。アメリカのフリーキックです。主審が選手に注意を与えます。カードは出さないようですね。真ん中にクロスを上げた。ゴールに迫られるもひとまず危機を逃れました。前半が終了いたしました。さてスタジアムオーストラリアでは後半が始まりました。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。同点です。このゴールで試合は同点となります。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。ボールポジションを失います。田中美奈、長谷川、ドリブルで前に運んでいます。フォックス、ここでモーガン、サリバン、パスを出した先にはちょうど相手の選手がいました。田中、相手の決定的なパスをカットしました。エミリー・フォックス、ボールを前に運んでいきます。ここから様々な展開が考えられますね。相手の位置を確認しています。チャンスにつながりそうな攻撃でしたがディフェンスに処理されました。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。さあフレッシュな選手が入ります。ショートコーナーだ。ラインを割りました。もう一度コーナーキックです。試合が振り出しに戻りました。同点ゴールの映像をご覧ください。これはショートコーナー、シュートブロックに合います。コーナーからのやり直しです。ショートコーナーですね。ラベル、ドリブルでボールを前に運んでいきます。見事なパスですね。最高のボールが出た。これはパスが甘いか、インターセプトされました。アレックス・モーガン、味方を走らせます。
攻め込んでいったものの、ここで相手のディフェンダーに捕まります。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。カウンターを狙っても面白そうです。相手にボールが渡りました。リンジー・ホラン、長谷川、シミス、これが最後の攻撃になるか。このピンチをタックルで防ぎました。ローズ・ラベル、ここでウェルター、ソフィア・スミス、華麗なパスですね。ドリブルで敵陣へ持ち込む。ホラン、これは読んでいたか。インターセプトしました。田中、仕掛けてきました。チャンスになりそうです。打った、やりました。値千金の勝ち越しゴールです。嬉しそうですね。このままいけば今日の主役になります。リプレイで見てもすごいスピードのシュートですね。これを止めるのは難しいでしょう。コフィー、ここでラベル、アディショナルタイムは2分です。南萌香、試合終了です。見事次のラウンドに進むチームが決まりました。いや、接戦を見事にものにしましたね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。これだけいいサッカーを披露したわけですから、次のラウンドも自信を持ってプレーできると思いますよ。さあ、キックオフです。スタジアムオーストラリアでは前半がスタートしました。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。パスがつながります。決まった、先制ゴールです。このチームがボールを支配する時間が続いていたので、